に18切符を手に入れたぞ。よかったね。うん、いっぱい電車に乗るぞ。おじさんの頭に。駅員さん、助けて。トスケ君。駅員さん。必ず切符取ってくるよ。うん。どこのよ。横山さん、待って。間に合った。くっそ、行っちゃったか。2354F 車掌取れますか。はい、どうしました。頭に18切符乗せてるおじさんがいるはずで、回収をお願いします。わかりました。あ、お客様。頭失礼します。なんで宅配金どうされました。切符が窓の隙間から飛んでいきました。どのあたりですか。熱海付近です。すぐ行きます。ちょっと待っててね。どこだ。日焼けしに行こう。いいね。ちょっと兄ちゃん。駅員さん。頭のそれもらってもいいですか。はずっと追いかけてきたんです。あ、これダメだよ。なんでですか。持ち主の方が待ってるんです。あ、これは俺の宝物なんだよ。渡すわけねえだろ。いや、返してください。どけんの。渡すかよ。ちょっと時間がないんです。五十嵐逃げよう。おう、ちょ待てー。逃げろー。ほらー。あ、お二人とも捕まって。うん、おっと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 、ここ落ちたらやべえぞ。もっと引っ張って。あ、ちょっとやばいって。あ、やばい、溺れる。めっちゃ浅いっすよ。本当だ。てか、なんでそんなに五十嵐のエビ欲しいの。エビ、俺のエビが欲しかったんだ。いや、違いますよ。僕はその、切符がない。どこやったんですか。切符、そんなの知らねえよ。切符探しに海まで来たの。海に落ちたら探しようもないか。あ、駅員さんも日焼けしに行く。いや、大丈夫です。なんか悪いな。いや、いいんです、楽しんで。バイバーイ。駅員さん、まだかな。今も探してくれてるんだよ。駅員さんだ。ソウスケ君、僕の18切符見つかった。それがごめん、頑張って探したんだけど、いろいろあってね、力になれなくてごめんね。駅員さん、ん、ボスに18切符ついてるよ。え。おお、気づいちゃった。うん、ソウスケ君、どうぞ。ありがとう。にひ。ありがとうございます。それほどでも。奇跡起きた。